公式サイトの PV 見た？見た見た。今回の PV 見た感じ超かっこいいよね。そうそう。特にまさき髪を染めてすごくかっこよかった。それに今回アルバムを買うとポスターがついてくるらしいよ。え？マジで？じゃあ絶対買わないとダメじゃん。私も嵐を自分のものにしたい。でしょでしょ。似ても出たし今回のライブ絶対面白いと思う。ああライブ行きたい。佐野、佐野、おいお前、何をしていますか？家何も。先生、今嵐の写真見てるよ。はあ、ダサいな。嵐はなんでもう出ないよ。だよね。アンはいつまで嵐を叩くのつもりなの？嵐、マジかけ。俺はずっと愛してるな。おろせ。はい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 、静かにしなさい。授業始めますよ。これは時間があるときに。そのうちに家庭訪問する必要がありますよね。先生、どうしたの？アンちゃん、今日学校来てこなくて少し心配なんですけど。あ、本当ですか。わかりました。じゃあ放課後先生が彼女の家に行ってみますから、心配しなくても大丈夫ですよ。はい、わかりました。ごめんください。どなたかいませんか。インターホンを押してみましょう。インターホンどこだろう。これですか。で、ポストか。え、これは。え、これは何だろう。もし娘を返してほしければ、200万円公園に持って来い。警察を呼んだら娘の命はないと。もういい。早く佐野さんのご両親に連絡しなきゃ。あ、もしもし、佐野さんのお母さんでしょうか。あ、私は佐野さんの担任です。今日佐野さんが学校に来てこなくて心配でお宅を訪問したところ、玄関で脅迫状のようなものを見つけたのですが。先生、それは一体どういうことですか？佐野さんのお母さんで美人だね。先生、先生。あ、これ、佐野さんが誘拐されたかもしれませんね。どうしましょう。警察を呼びましょうか。それとも先に現金を準備するべきでしょうか。あ、どうすればいいの。お母さん、落ち着いてください。お母さんのためにも私は必ず佐野さんを助けいたします。いい？なんでもないです。まず佐野さんがいつも会ってる人を考えてください。最近変わったことがありませんか？私はいつも帰りが遅いから、帰った時にはアンはすでに寝ています。朝私は仕事に行く時にアンも投稿するから、普段誰といるか私もよくわからないんです。それにアンは休みの日部屋のドアを閉め、一日中音楽を聴いたり漫画を読んでいるから、いつも何をしているのか想像もできません。そうですか。じゃあ彼女の親友に連絡してみましょうね。はい。おばあさん、おばあさん。ようこ。何があったんですか？私は案外よくインターネットで知り合った男の人をチャットしていることくらいしか知らないです。
インターネットって知り合った男の人？なるほど。じゃあ警察を呼ばないわけにはいけませんね。遅い。長澤君、なんでここにいるの？先生。あ、わかった。佐野さんを助けに来たんでしょう。先生、おい、お前は佐野さんとチャットした男だろ。佐野さんに一体何をしたの？早く白状しろ。実は。いてて。実は俺がチャットの相手なんだ。長澤君、まさかチャットの相手だとは思わなかった。本当なんで、俺ずっと前から。アンのことがすごく好きで、いつもあいつからかわれてるみたい、ずっと助けたいと思ってたんだ。実はあいつと話がしたかったんだけど勇気が出なくて、だから嵐のファンのふりをしてアンに近づこうとしたの。アンが嵐のことを好きだとしてから、俺も嵐のファンを不良して、ずっとアンとちゃんとしてたけど、そのうちにアンがいつもうちに一人でいることが知って、ずっとアンとちゃんとしてたけど、ここ最近アンは案内してないですから、なんで誘拐されたか俺もさっぱりわからない。なるほど。じゃあ佐野さんが一体なんで誘拐されてしまったでしょうか？現金がなんであれ、早くお金を準備して犯人がいた場所に行かないと。もしあに何かあったら。おばあさん。誰がアンを誘拐したの？早く出てきなさい。アン、どこ？アン、どこなの？おかしいな、なんで誰もいないの？場所を間違えたかしら。ここは前よくアンを連れてきた公園だね。あの時アンはまだ小さくて。ママ！ちゃんとアンと話したのはいつなの？この場所は？アンの小さい頃、彼女と毎日ここで散歩したり遊んだりしたところだ。その時アンは、お母さん今何をするの？今日どこに行くの？っていつもそう尋ねてた。いつから私はアンにより良い生活を過ごすため仕事夢中なの？ごめんね。いつも一人ぼっちで寂しいでしょ。アン、どこにいるの？今どうすればいいの？もしもし。あ、もしもし、お母さんですか？はい。佐野さんが今家にいるみたいです。本当ですか？今家に帰ってこれませんか？わかりました。すぐ帰ります。ああ、お腹すいた。たったお母さんを驚かせたかっただけだけど、何が食べようか。それとも部屋に隠そうかな。お腹もすいたけど、外に出てお母さんに見つかったらどうしよう。ダメだ、やっぱり何か食べに行こう。あ、しまった。アン、なんで家にいるの？この脅迫状は何なの？だって私、お母さんは来らないから、何でも言ってみて。この前クラスで友達にからかわれて、
家に帰っても誰にも相談できなくて、私のことを気にしてくれる人なんて誰もいないと思ってた。だからこの方法でお母さんを気を引いて、お母さんを驚かせたかっただけなの。まさかこんなにみんなが心配してくれるとは思わなかった。本当にごめんなさい。だからお母さんに声までお金を持たせたの？うん、だってあそこは私とお母さんの思い出の場所だから。あ、ごめんね、本当に悪いと思って。本当は居心地のいいようにしてあげたかっただけなの。それなのにそばにいてあげられなくって、アンの気持ちも考えてなくってこんなことになっちゃってごめんね。これからはちゃんとアンの気持ちを考えるから。先生、お心配かけてすみませんでした。お母さん、気にしないでください。他人として私も責任があります。だけど佐野さん、七沢君と中谷さんのように心配してきてくれた人もいますよ。よこ、ありがとう、心配してくれて。何言ってんの、私たち友達でしょ。七沢君、なんであなたもここにいるの？それはアンが毎日チャットした男は七沢だから。七沢君だったんだ。本当にありがとう。毎日私の口を聞いてくれて心配させてごめんね。いやいや、何もなくてよかったよ。ところで、本当に嵐のことを好きなの？誰が一番好き？アンちゃん。またく。あ、もう。はい、皆さん、今日佐野さんが学校に来ました。皆さん、どうすればいい？分かりますよね。じゃあ今日の授業はここまで。アン、ごめんね、この前あんなにひどいことを言って許して、本当にごめんね。私もあんなひどいこと言うじゃなかった。どうもすみません。気にしないで、もう平気だから。私も悪いところあったし。本当にありがとう。授業終わったら一緒にお茶でも飲みに行かない？うん、いいよ、私も行きたい。実は私の嵐のファンなの。今回 CD を買いに行こうよ。うん、一緒に行こう。ライブも一緒に行こう。じゃあ私たち先に昼ご飯を食べに行くね。バイバイ。昨日の夜帰った後何もなかった？うん、何もなかったよ。お母さんはもう残業しないでいてたし、それに仕事が終わったら家で一緒にご飯食べるで。今朝はお弁当も作ってくれたよ。ほら、それはよかったね。それとまた一人アンと話したい人がいるみたいよ。誰？実は。じゃあ私先にご飯食べに行くね。お二人ごゆっくり、バイバイ。実はあの日チャートしてる時急に怒り出したのは、嵐のファンを不良したかったんじゃなくて、実はもっと君の気を引きたかっただけなんだ。ごめん。昨日私とチャットをしてた人が七沢君だとした時、実は胸がキュンとしたよ。いつの間にかすごく頼るようになってて、七沢君、これからも私の支えになってくれますか？先生、昨日はありがとうございました。あ、いえいえ、これも先生の仕事です。ところがお母さん、もしよかったら
一緒に食事にしても。あ、すいません、ちょうど用事があるので先に失礼します。